どうした？あの女はどこだ？崖にいた。落ちたのか？嫌だ嫌だ。心の病だ。対馬の民と同じ痛ましい。またウムイスがおった。後を追おう。対馬の不能さだ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念、必ず。ソラ、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は空のものだ。どこへ行ってしまった。歩みによどみがない。無事のようだ。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。倒れたか。転げたか。無事であろうな。そこもと。静かに。聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。
落ち着け。人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏み潰して、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った？猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音近いぞ。ソロ、今向かう。なんだ。ソラ、よくやった。いい子だ。ソラ、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。よかった。襲われておる。急ぎ向かうぞ。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。
褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。